はい、皆さん、こんにちは。はい、ちょっとね、今回に関してもですね、ちょっと襟が曲がってるなということで、ちょっとね、長袖のね、シャツを、ね、着させてもらってるんですよ。本日ね、ちょっと午後用事がありまして、外に出ていたんですけども、ちょっとね、バンコクはね、気温が下がってたりして、ちょっと長袖を着たりしております。といってもね、今現在、まあ、タイはね、一番季節的にはいい時期でして、日本でいうとちょうどね、ゴールデンウィークぐらいの気候なんですね。なので非常に快適です。皆さんがいらっしゃる日本はね、非常に寒いと思いますけども、ぜひね、お気をつけいただければなというふうに思います。でね、外でなぜこれまた急に撮ってるかというと、本日ね、エーヌミヤご夫妻と佳子さまが関東東海花の展覧会に、まあね、で花をね、いろいろご覧になったということなんですけども、このね、花の展覧会に関しては昨年もね、なんか訪れてましたよね。で、昨年なんかエーヌミヤ殿下がね、何でしたっけ、なんか花が食べられるとかなんとかみたいなことで、みたいなね、そういったような表現もありましたけども、今回もね、なんかいろいろ言われております。という中でね、なんかいつもね、このエーヌミヤご夫妻もしくは佳子さまの動画に関しては私もなんかね、批判ばっかししてるんで、なんかね、たまにはですね、楽しくおかしくじゃありませんけどもね、ちょっとね、冗談と交えながらお話ししたいなというふうに思います。ぜひ最後までご覧になってみてください。はい、でですね、今ちょっとね、ご覧になってもらってるのは本日のね、日本時間でいうと1時半ぐらいですかね、に出ていたような、これは TBS ニュースに関するね、ちょっとそのものを貼らせてもらっておりますけども、エーヌミヤご夫妻と佳子さまが日本最大級の花の展覧会をご鑑賞されましたということで、これはね、去年に引き続いてといったようなことになるわけですね。で、本日の午前10時過ぎに東京豊島区で行われている、ね、関東東海花の展覧会の会場に親子揃って到着されましたといったようなことがいろいろ書かれております。で、ちょっと今ご覧になっていただいている、特にちょっとね、見えない部分で、例えばですけども、会場ではそれぞれの地域の花や木で作られたおよそ2000点の作品が展示されていて、茨城県の新種のバラについての説明を受けたエーヌミヤ殿下は、紫の色を出すのは難しいですね、かとね、尋ねられていましたというようなことで、まあ、そういったような記事が上がっているわけですね。はい、ちょっとね、次のページをご覧になっていただきますけども、はい、これがね、まあ、具体的にね、ちょっとね、佳子さまの右側の写真、本日はね、はい、可愛い佳子さまですけども、どういったようなお召し物でしょうかみたいなこともね、ちょっと、まあ、いろいろ、まあ、そういったようなこともね、またこれから出てくると思いますけどね、そういったような中で、はい、まずね、佳子さまに関してはね、この左側のブライダル向けに作られた薄紫色のバラについて、名前はと尋ねられていたそうなんですね。はい、まあね、おそらくね、佳子さまに関してはね、まあお忙しい、まあね、毎日のごとくね、もうとにかくね、今現在皇室の中でも一番お忙しくね、公務等に出られておりますといったような中でね、ちょっと前でも私も動画でも言いましたけども、もうろうあ連盟にもね、全然行けないといったようなことで、お時間がないので、こういったようなね、下調べというか、バラに関しても当然ね、調べてはおられなかったんでしょうね。故にね、名前はというふうに尋ねられたのではないでしょうかといったような佳子さまだったわけです。まあ、この右側の写真なんかもね、まあ、ご覧になっていただいている通り、まあね、なんかね、本日はどういったね、お前のご衣装だったんでしょうねみたいなことで、いろいろ今現在、写真だとか動画等ですね、すでに上がっております。皆さん後でご覧になってみてくださいみたいな感じですけどね、まあそういったようなことだとか、はい、次のページということで、今回のですね、鑑賞されている中で、なんかね、高校生のいけばなバトル、花いけバトルといったようなことで、高校生のね、なんか2、3人出てきてですね、お花を生けるので、その急いでバーッとね、花を生けるというようなことで、まあね、そういったようなシーンがあったわけです。はい、これに関してもですね、このご一家のね、エーヌミヤご夫妻とそして佳子さまがいろいろ言われておりましたということで、まずね、最初に佳子さまなんですけども、この花いけバトルの中でね、普段はどうやって練習されているのですか、うん、まあね、ここら辺はね、どうでしょうか、まあ普通の質問というかね、
まあ、そういったようなことを、まあ、当然初めて、ね、ご覧になったかなという気がいたしますので、初めて の、まあ、ある程度ね、まあ、普通の質問かなみたいな、皆さんそういうふうに思いませんか。でここからですよね。まずね、エヌミヤ殿下なんですけども、このね、高校生の花池バトルをご覧になってですね、見事にバランスよく生きられていますねといったような、まあ、今回ね、去年と違ってですね、まあ、普通のね、ご意見を言われていたようですね。で皆さんどうですか。昨年のね、この全く同じね、この花の展覧会をご覧になった時には、去年は3年ぶりにね、開催されたこの花の展覧会をご覧になった、なったということで、やっぱり昨年においてもね、永宮ご夫妻と佳子さまね、3人で、まあ、実際にねお出になられていたわけですよね。その時の、このね、永宮殿下のお言葉というかね、感想というかね、それはね、衝撃的だったですよね。何を言われていたかというと、ハボタンは食べてもね、大丈夫です、美味しいですよといったようなことをね、去年は言われていたわけです。でこれに関してはね、いろいろね、物議を醸しましたよね。いやーね、ちょうどこの頃ね、例のね、カピバラの話とあったわけですよ。で今年に関してはね、おそらくね、カピバラといっぱい食べ過ぎちゃって、こういったね、美味しいですよだとかね、食べられますよといった表現はなかったのかなだとかね、そんなことをちょっと思っちゃったようなアジアのケイちゃんですということでね、まあそんなようなことがあったわけです。はい、でね、続いてね、ケイ妃殿下なわけですけど、これまたね、すごいね、発言をされてました。で今言いましたように、あのこのね、高校生のね、花池バトルをご覧になってね、ケイ妃殿下がおっしゃられた言葉がね、素晴らしいチームワークですねと言ってのことを言われたわけです。はい、皆さんどういうふうに思いますかね。チームワーク、まあ確かにね、この高校生のチームワークは素晴らしかったでしょうと、言ったようなことを私なんかも思いますけどね。私なんかこういったようなお花だとかね、花を生けるだとかって言ったようなことに関しては全くの素人ですけども、まあちょっと動画なんかね、見させてもらうと、非常にね、チームワークでテキパキとね、素晴らしいようなこの花池バトルだったわけですけども、それをご覧になった経費殿下が素晴らしいチームワークでね、私今回のね、これちょっとね、日テレニュースのね、動画なんかを拝見させてもらったんですけども、なんていうのかな、そのね、エーデミアご夫妻は結構ね、ピターっとね、お二人ね、寄り添うような形で、このね、鑑賞されていたんですけども、ちょっとね、そのエーデミアご夫妻とこの、佳子さまとの間にね、なんかね、なんとなくね、なんとなくですけどね、ちょっとね、隙間があったんですよね、距離があったんですよ。そういったようなことを見てもね、はい、チームワーク、永宮家の間でのチームワークはどうなんでしょうかといったようなことですよね。はい、今現在ね、11億円の一人暮らしをされている佳子さま、ね、なんか本当に一緒にご飯を食べていらっしゃるのか分かりませんけども、ご飯の時間だけね、はい、なんかおめかしをしてすっぴんロードを行かれるようですけども、おそらくはね、一緒にご飯なんかも食べてないんじゃないんですか。今回のね、このね、お花を鑑賞されている中でのこの微妙な距離感というかね、それをもってね、ケイ妃殿下はね、素晴らしいチームワークですねというふうに言われていたわけです。じゃあ永宮家の中のね、チームワークはどうなんでしょうかみたいなことを想像しちゃうのは、はい、私だけでしょうかといったようなことですね。はい、ちょっとね、変えます。はい、ということでね、今回ちょっとね、外から急にね、撮らさせてもらっているんですけど、まあいつものごとくね、こんなようなね、ちょっとね、いつもとは別のカフェなんですけど、アイスカプチーノということで、いつも大好きカプチーノみたいな感じなわけですけども、いやね、もうね、いつもね、なんかね、強烈な批判というかね、批判ばっかり言ってるんで、なんとなくね、ちょっとね、ジョークを交えながらですね、話をさせてもらいました。まあでもね、いずれにしてもね、ちょっとケイ妃殿下のね、素晴らしいチームワークですね、まあ、ちょっと驚いちゃいましたねといったようなことですし、まあ永宮殿下はさすがに去年のようなね、去年は何だっけ、ハボタンは食べられますよ、美味しいですよ、さすがにそういった表現はなかったようですね。でさっき言いましたように、佳子様に関してはやっぱりお忙しいんでしょうね。全然ね、事前のね、そういったお調べすることはできなかったんでしょう。そりゃそうだよね、ろうあ連盟も3年間で1回しか行ってないからね、といったようなことだと思いますね。まあまたね、こういったようなね、動画を出すとですね、
最近ね、私のこの動画においてはですね、ワクチンの方がね、結構チェックをされているようで、必ずと言っていいほどですね、まあ2、3、そんなに多くはないです。でもね、2つ、3つぐらいのコメントでね、ああ、いや、ね、アジアの K さん、K は何を言ってるんだ、みたいなコメントをいただいておりますけども、本日もね、2本ぐらいちょっとね、まあ、皇室に関係するようなね、話題をお話しさせてもらいましたけど、いや、そういった方いらっしゃいましたね。いやまあね、そういったような方もね、別に何て言うんですか、めちゃくちゃ私をね、なんていうのかな、めちゃくちゃのことをね、クソバカ丸け、そういったことを言われたらさすがに消しちゃいますけども、まあその方のね、ご自身のご意見ということで、まあ言われているようなご意見だったので、まあ普通にね、丁寧に審査してもらいましたけどね、今回の動画もいろいろあるんじゃないかなっていう感じですけどね、まあそれはそれでね、よろしいんじゃないかなというふうに思います。いろいろ皆さんね、受け止め方はいろいろだと思います。というような感じですね。まあといった中でも、とにかくね、今回のこの話で言うと、やっぱりね、経費殿下のね、チームワーク、ね、素晴らしい、チームワークですね。この発言ね、経費殿下もね、本当に胃腸の具合、ね、大丈夫なんでしょうかといった中で、今回も見る限りにおいては、いつものごとくの作り笑いのね、笑顔の中の鑑賞だったようですけどもね。はい、そういったようなことでした。ありがとうございました。それではね、バイバーイ。